皆さんこんにちは、マンダルブルビジです。では今回は久しぶりになりますね、デモクラシー3、こちらプレイしていきたいと思います。まあ、今回はですね、ちょっといろいろ政治の情勢も動きつつあるという中、令和新選組の掲げた公約、これをねちょっと実行したらどうなるかという、そういう検証も含めてこのデモクラシー3をプレイしていきたいというふうに思っています。では早速ニューゲームから日本を選んでプレイをスタートしていきます。任期は4年、そしてこの政党名ですね、ここを少しいじっておきましょう。あなたの党名はもちろんで、令和新選組、対立政党名はどうでしょう。自民党とかにしておきますか。はい、ではですね、画面簡単にご紹介しておきたいと思います。このデモクラシー3初めて見るよっていう方もいらっしゃると思うので、最初にですね、ここに政治力というものがあります。この政治力を消耗して、税制の改革をはじめとする、政策をね実行していくということになるので、この数字が大きければ大きいほどいいです。で、収入出はそのままですね。で、ここにいくつかボタンが用意されています。で、例えばここにはですね、今、僕の内閣の閣僚たちがご覧のように配置されてます。ちょっと色は違いますけど、この方、高市さんにちょっと似てますね。色を白くしたら高市さんな感じがします。で、その他で言うとですね、新しい政策というものがあって、ここにですね、新しい政策がいくつか用意されています。これは完全に新規に法案を通すイメージだと思います。その中にはですね、バイオ燃料の補助金とか、こういったものがあるんですね。で、先ほどご紹介した政治力、これがこの場合10必要ですよということになります。で、画面に戻ってみると今16あるので、10必要なバイオエネルギーの補助金、これが実行できますということになるので、今ご覧いただいた通り、この政治力、これに関してはとにかく多ければ多いほどいろいろな政策が打てるという内容になっています。ではここで一旦令和新選組の主な公約、いわゆるマニフェストってやつですね、それおさらいしておくと、僕が一番気になったのはやっぱり消費税の廃止、これなんですよね。今消費税はですね、皆さんご存知の通り 8%、軽減税率込みでの 8% という形になっていると思います。なのでこの消費税をまずゼロにしましょうよというのが令和新選組の、衝撃的な公約と言っていいと思うんですが、そういうものの一つですね。あとは原発は即時廃止とかね、そういう、少し過激的な政策をマニフェストとして掲げているので、今回これらを実行して、様子を見ていきたいかなというふうに思っています。ではここで一旦主だった政策ですね、どんなものがあるのか、ご紹介をしておきたいと思います。まずは先ほどもご紹介した消費税、言わずもがなですね、これをこの後 0% へとしていきます。あとはやっぱり皆さん気になると思うんですが、所得税ですね。所得の多い方は当然この税率がどんどん高くなっていくと納める税金が増えるという、分かりやすい構図ではあるんですけども、この所得税に関しても国民のね支持を受けるにはどういう形にしていけばいいのかっていうのは重要だと思います。これちなみに令和新選組は所得税に関して何か言ってるんですかね。おそらく一応ね、令和新選組も国政政党ではあると思うので、いろいろな政策をまとめたものがあると思うので、それを読み解けば多分書いてあるんでしょうね。ごめんなさい、ちょっとそこまで勉強はしてないです。何か令和版ニューディール政策みたいなものを歌っているっていうのはちらっとは見ました。あとは最近何かと話題の CO2 の排出量ですね。つい先日も COP が開催されてましたけども、これね、CO2 の排出量を今後減らしていきましょうということで、どういう政策をするのか、原発を廃止するとかいろいろあると思いますので、そういうことをねちょっと見ていきましょう。あとちょっと面白いのがこの株の自動売買規制ですね。
まあ、株の自動売買僕はやっていないんですけど、FX の自動売買を少しやってまして、まあ、自動売買のいい点というのはですね、もう感情が一切そこに入らない。もう淡々と、利確もすれば損切りもするっていうね。まあそういう意味では、ある程度大きな資産を持っている人は、この自動売買で積み上げるっていうのは有効なのかもしれないですね。これを規制するかどうか、まあそういう政策も用意されている。まあちょっとここは面白いところですよね。あとは皆さん気になっている方も多いと思うんですが、年金ですね。僕がね、今39歳になったんですけど、まあ20年後、30年後、年金をいざもらうときにどれくらいもらえるのか、まあすごく気になりますよね。あとは売春の合法化。まあこれ売春を合法化するっていうのは、まあ賛否もちろんあると思うんですけども、まあこの中での主張は、その活動を管理監視することの方が犯罪を取り締まる上では、まあ、有効じゃないかということで、この売春の合法化という政策も用意されています。まあ、こういうありとあらゆる政策が用意されているものの中から、今回はまず、令和新選組の掲げている消費税、まあ、ゼロというものが数字上用意されていないので、ゼロっていうものではなく 1% っていうものにね、ちょっと設定をしてみたいかなと思います。ではその他ですね、新しい政策っていうところも簡単にご紹介しておきましょう。この赤くなっているのは今の政治力16ではそもそも実行することができないものですね。まあ、例えばですね、ここには今見えているもので言えば観光宣伝キャンペーン、これなんかはね、すぐに施行することができるという内容です。同じく福祉にもいくつか用意されてます。一人っ子政策なんて今中国でね、もうこれ完全に崩壊している政策になっていますけど、気になるところですよね。あと個人的に僕はこの児童手当なんかもね、結構気になってたりはします。今の状況だと来年の春ぐらいにですね、僕も待望の第一子誕生を予定していまして、まあ、この児童手当、まあ、今ね、その10万円の給付っていうのでも少し議論になってますけども、まあ所得でどれくらいね、その制限が入ったり、もらえる安分額が変わってくるのか、まあそういうところも気になる政策の一つですよね。同じような要領で経済、マタニティ休暇とかで、これも、まあ今となってはですけど、完全に自分がその立場になれば当然やってほしい政策だし、自分に関係なければやってくれるなよっていう政策ですよね。あとは日曜日の売買禁止。ドイツとかってそもそも日曜日デパートやってないとか、そういう国ですよね。まあ、そういう政策も、まあ、世の中にはあるんですよというところですね。あとは合法のドラッグで、まあ、ドラッグ自体を合法化するか否か、医療用大麻なんていうものもあるし、外国を見てみればそもそも一部のドラッグはね、合法というものもありますからね。ジャンクフード税なんかもありますね。こうやって見てみると本当にいろいろなものがあるので、まあ、令和新選組の掲げるその消費税ゼロ、これを実行した後、この国をいかにいい方向に導けるかというのは、まあ、まさに自分の僕の手腕次第という感じがちょっとしますね。では、これで早速時間を進めていきましょう。これがですね、消費税、まあ、0% というものが設定できないので、1% にした後の状態です。世論調査から見ておきましょう。世論調査、すごい。爆上がりしてる。これすごい上がり方してますね。消費税を 0% にしたことによって、ここまで支持率上がるのか。これは、令和新選組が掲げるわけですよね。いや、すごい。すごい明かり方してますね。では、政治力を使っていくつか法案通しておきたいと思います。今回、今回採用する中で特に最初に考えていかなければいけないのが、この
収入と支出のバランスですね。これが悪すぎる。特に消費税を下げたことによって致命的な赤字になっていると言えると思うので、まあ取れるところから絞り取りましょうよというところですね。これを行っていきましょう。まずは酒税ですね。これをちょっと上げます。現状今 33% というものなんですが、これ 43% まで上げましょう。これでちょっとでも税収を上げたい、まあそういう思いですね。同じような政策をいくつかこなしていきます。まあ、こんな政策果たして令和新選組がやるのかというのはもちろんあるんですけどね。でそれと注目のこの資本利得税、これもね、岸田さん右往左往している様子が現実世界でもありますけども、まあ、簡単に言えば投資によるまあ利益ですね、これに対して課税をどれくらい行うかというものだと思っているんですが、現状この世界線では 6% になってます。これちょっと上げましょう。まあ、9% ぐらいまで上げても問題ないでしょう。とにかく今は少ない収入を増やす、これをね行っていきます。さあ続いてビニール袋税、まあ、これビニール袋税ではないですけど、小泉さんが環境大臣の中ではビニール袋は有料化しましたよね。まあこれ同じような意味合いと捉えて施行しましょう。まあ一旦は中程度の課税を行います。あとはジャンクフードにも税金かけましょう。まあ健康促進、まあそういう意味でも、まあ、ある程度有効かなというところでこれを行います。続いて収入と支出ですね。まあ収入はまあさておいて、特に重要になってくる支出、どこをどう減らすかなんですけども、まあやっぱり年金が重くのしかかってきている。あとは公共保険ですかね。まあ、この2つを中心に削っていきましょう。ただ両方とも国民の反発は相当なものが予想されると思うんで、まあ徐々に徐々に少しずつ分からないぐらいに調整をかけていく、そういうことを行っていきましょう。多少補足ですかね。さて時間を進めました。いくつかイベント起きているので簡単にご紹介します。まずスーパーヒーローが現れました。マントマン、スパイダーマン的な感じですかね。経済予測ですが、これ素晴らしく我々にとってプラスの状況が来てますね。そして世論調査も見ておきましょう。高い位置で頑張っているなぁ。まあ、ただそれでも 32%、 もうちょっと上げていきたいところかなと思いますので、まあ、先ほど言っていた年金の引き下げ、保険サービスの、まあ、解約、これに関してはちょっと見送りましょう。見送ってもうちょっと国民の支持率、せめて50から60ぐらい獲得できるまでは我慢、これを行っていきましょうか。ではダッシュボードですけども、失業率が高い、犯罪も高い。でこれちょっと見ておくとですね、まあ、やっぱり警察力の強化、これを行って治安を、まあ、回復させることによって、このストリートギャングとかね、ホームレスとか、このあたりを少しずつ減らすことによって改善していこうかなと思っています。なので今回テコ入れするのは警察力の強化、これを行いましょう。でそれに伴って拳銃法ですね。拳銃法は完全に禁止にしましょう。これね、日本は拳銃ないですけど、国によっては拳銃合法化されているところいくらでもありますからね。まあアメリカもね、州単位だと思いますが、持てるところは持てる、まあ、そういう状態になってます。今政治力がありませんけども、政治力溜まったらこの拳銃法はやっちゃいましょうね。では警察力強化しておきます。あとは治安を回復させるっていう意味では武装警察、これもあってもいいかもしれないですよね。まあ、犯罪やストリートギャングは減る一方、自由主義者なんかからは、まあ、それなりの抵抗が予想されるということなので、まあ一旦あらゆる分野というところまで持っていきましょうか。で軍事費はまあちょっと下げます。
さあ、世論調査です。39% まで来ましたね。まあ、最低でも 50% ないと次の選挙で敗北ゲームオーバーになるという仕様になってますので、まずはこの 50% をクリアするために頑張りましょう。消費税を引き下げた、まあ、令和新選組の公約がここまでガツンと効いてくれてるので、まあ、このままなんとか行きたいところですよね。では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、悲願である拳銃法、これ完全禁止へと、舵を切っていきましょう。その他にもね、やっぱりやりたい政策いっぱいあるので、ぜひちょっと皆さんに全部の政策をお見せできてなくて申し訳ないなというところはあるんですけども、まあ、あだこうだとコメントもらって、それに対応していくプレイも面白いかなと思ってますので、ぜひいろんなコメント、書き込んでいただけたら嬉しいなと思います。ちょっと誤解がないように言っておくと、僕は令和新選組の支持者ではありません。